みずほ銀行の法人向けのインターネットバンキングサイトが一時ログインしにくくなっていました。みずほ銀行でのトラブルはこの1年で10回目です。みずほ銀行によりますと、法人向けのインターネットバンキングサイト、みずほ e ビジネスサイトが、今日午前8時のサービス開始からログインしにくい状態になりました。午前11時半ごろ、不具合が解消しましたが、原因は分かっていません。銀行っていうのは、社会の重要な、このインフラ、システム障害が発生するということは、極めて、遺憾な。金融庁は去年11月、みずほに対して業務改善命令を出していて、鈴木大臣は再発防止に取り組むことが重要だとの考えを示しました。